メディアを再生する w e b m ビデオの例、w e b m は Google が開発しているオープンでロイヤリティフリーな動画のコンテナフォーマット。Web に神話的なオープンなフォーマットであるとともに、軽量さと高品質を両立することを目標としている。姉妹プロジェクトとして技術を応用した静止画フォーマットの WebP も開発されている。映像コーデックに VP8VP9AV1。 音声コーデックにボービスをオーメディアコンテナとしてメイトラス化のサブセットを採用している。ファイルの拡張紙は WebM。Web、M、ウェブ,ブラウザでは Modzilla Firefox 4以降、Opera 10.60以降、Google Chrome 6以降が標準対応している。インターネットエクスプローラー9も VP8 コーデックがインストールされることで対応可能である。 なお Google は Safari とインターネットエクスプローラー Q 級向けに Webem プラグインを提供すると発表した。Google はべての YouTube 動画を Webem に変換することを発表している。Google が Webem 企画をオープン化したのは HTML5 に組み込まれる動画要素で標準フォーマットの地位を目指すためであるとされる。従来から存在するフォーマットとしては T ラは オープンソースで無料だが品質面で何があるとされ、H264 は高品質ではあるものの、利用には特許量が発生する難点があり、結果として各ウェブブラウザの対応状況はバラバラで、今後の普及に課題が残っていた。ウェ b ムではこれらの課題の克服を目指し、フォーマットが分裂している現状の解決を試みている。このように良いとこ取りに見えるウェ b e m だが、 VP8 は MPEG-LA が管理する特許に抵触している可能性を指摘され、その普及の妨げとなっていたが、2013年3月7日に MPEG-LA と契約成立。しかし2010年8月に MPEG-LA が H264 をインターネット上の無料動画配信を行う場合に限りライセンス料を課さないことを発表したり、モバイルで 有力ブラウザの一つであるサファリは w e b ム m をサポートしないなど w e b ム m がその目的通りに Web 上の標準フォーマットになるためには乗り越えるべき障壁がまだある YouTube のために VP9 は高精細度ビデオに対応し 4K 解像度を目標としより使いやすいものに改良されてきた2016年中頃に当時開発中だった VP10 は ドラやソウと共に青メジアビデオ1へと統合された。VP8 の特許問題については VP8 を参照。ありがとうございます。